こんにちは、カジムーです。今回は AI で感情をつけてみた藤井風キラリとなっております。AI を使って歌詞に感情をつけて曲の中身を紐解いていきます。この AI は文章ごとに最小値マイナス1、最大値プラス1で数値判定をします。その文章のネガティブ度合い、ポジティブ度合いがわかります。曲を際立たせるためのこのプラスマイナスを AI の判定に沿って見ていきましょう。歌詞を書く人なんかには参考になればいいなと思います。ところで皆さんにとってのキラリは何でしょうか？僕は小学生の頃ゲーム買ってもらえなくて、ゲーム持ってる友達の家に行くのがすごく楽しみでした。そして急遽学校が休みになって自宅待機。これはチャンスだと思い約束した友達の家に向かってたら、なんと見回りの先生に見つかって何してるんだって言われたんですね。僕は何のためらいもなく切ない顔いっぱいに、おばあちゃんがおいでって言うからというとですね、先生はお年寄りを責められないのか優しい口調で僕を自宅に返していきました。僕は同時に友達も救いですね、この嘘がキラリと輝いた日でした。すいません。それでは分析開始。はい、ではこちらが分析結果になっております。こっちが文章が見える形で色分けしたものです。この感情度が絶対値、感情のこの傾向がプラスマイナスで出してます。ポジティブなほど赤色、ネガティブなほど青色になっております。グラフはこの感情の波を出したものになります。これらを材料に3つ考えていきたいと思います。1つは最もポジティブ、ネガティブな感情は何か。そしてポジティブ、ネガティブ、どっちが強い曲なのか。最後、感情の抑揚はどうつけているのかを見ていきたいと思います。それではまず曲で最もポジティブネガティブな感情は何かを見ていきます。早速 AI が出したポジティブ数値が最も高かった場所を見てみます。はい、ということでプラス80、あれもこれも魅力的、でも私は君がいい、プラス90で、だけどそれが分かって本当に良かった、まあ、どんなものよりも君がいいというポジティブさ、そして何か真実に気づいたというポジティブさかなと。これをまとめると、おー、君のおかげで大切なことに気づいたと、ちょっと強引かもしれませんが、ちょっとこういう予測でいきたいと思います。次に AI が出したネガティブ数値が最も高かった場所を見てみます。はい、マイナス60で、何もかも捨てていくよう、何か分かったようで何も分かってなくてというところです、まあ、何かを捨てられなかったというネガティブと、何か分かったふりをしていたというネガティブ、まあ、これを強引にちょっとまとめると、自分を縛るものに気づいてなかったのかなと。まとめると、君にのおかげで大切なことに気づいたというポジティブと、自分を縛るものに気づかなかったというネガティブが、この曲で感情の抑揚を大きく作っているんじゃないかなと思いました。では次に曲全体でポジティブネガティブどっちが強いのかを見ていきます。では AI が出した感情値を合計してみました。結果は 440%、まあ、かなりポジティブということで、まあ、君とに気づかせてもらった大切なものに溢れているのかなと思いました。もう少し見ていきます。感情が大きく揺れている部分に注目をしてみました。ここは聴いている側が最も心揺さぶられる場所なんじゃないかなと思います。結果はこの一箇所です。歌詞を見てみると、先ほど触れた部分になりますね。ネガティブからポジティブ、プラス150上がっています。まあ、分かったつもりの自分に気づいたというところだと思います。まあ、ここがですね、まあ、もしかしたらこの曲で強いメッセージになっているんじゃないかなと思います。では最後、曲全体で感情の抑揚はどうつけているのかを見ていきたいと思います。この感情の波をですね、3つの区間に分けてみました。早速これがどういう感じかと表でまとめました。はい。序盤は、まあ、ポジティブが強いですね。そして中盤ネガティブに行って、終盤またポジティブがドンと増えるような波になっています。で、これがどういった中身なのか、歌詞を少し見ていきながら考えたいと思います。まずはポジティブな部分の序盤を見ていきたいと思います。まずピックアップしたところ、荒れ狂う季節の中を二人は一人きりさらり、明けゆく夕日の中を今夜も昼下がりさらり、この明けゆくと夕日、そして今夜昼下がりというのは真逆な表現ですよね。まあ、こっちが朝で向こうは夜みたいな感じで、二人は別々の場所にいそうですよね。二人は別々で一人きり。そしてこのさらりというのは、ひょうひょうとした感じで何も考えてないという最初の部分かなと思いました。そして次に新しい日々は探す
探さずとも常にここに、いろいろ見てきたけれどこの瞳は永遠にきらりというところです。別々だった二人がようやく会って君に出会いました。君に出会って気づきました。未来は遠くにあるんじゃなくって、今が作っていくものなんだ。そして何が見えるかでこれまで見たきたが、この瞳がどう見るかでこの先が輝くんだというふうに言ってると思いました。そしてあれもこれも魅力的でも私は君がいいというところで、未来への魅力的な選択肢がいろいろあったんだけど、僕は君とがいいという選択をしたんだと思います。どこにいたのと、素敵な未来に連れて行ったよという部分が序盤かなと思いました。次にネガティブになる中盤を見ていきたいと思います。なくしてしまったものを振り返ってほろり、時には途方に暮れてただ風に吹かれてゆらり、過去を思い出して涙したり、次が見えず立ち尽くしたりしてるのかなと思います。そして次、迷わずに行きたいけど保証はしないよ、何か分かったようで何も分かってなくて、次に進みたいけどうまくいく保証がなくて進めない、今よりも過去の失敗や未来の保証に縛られていたことにここ気づいたんじゃないかなと思います。そして最後終盤ですね、ポジティブな部分、プラス90高いですね。だけどそれが分かって本当に良かった、新しい日々は探すともすでにここに、だけど今が大事ということを君に気づかせてもらったんだっていう部分だと思います。そして荒れ狂う季節の中も群衆の中も君とならばさらりさらり、どんな困難も君となら思い切って進んでいけると、そして新しい日々も拙い過去も全てがきらりということで、君となら未来も過去も全てが輝いていくんだと言ってるように思いました。そして中盤ですね、保証がないという不安なところをですね、最後このさらりさらりというところは思い切ってさらりということで、やっぱ思い切ってどんどん君となりいけるという意味のさらりに変わったのかなと思いました。はい、ストーリーで言うと、序盤は君と出会い意味の今の大切さを知るポジティブ、そして中盤過去や未来に縛られ前に進めないというネガティブ、そして最後君となら迷わず進んでいけるというポジティブで終わっていくんじゃないかなと思いました。はい、考察は以上になります。やっぱり抑揚っていうのは飽きさせないための作り手の工夫でもあるなと思います。今回の分析結果から他に何か感じることがあればぜひコメントしてみてください。それではまた次の動画で。